今日は。楽しかったですからね、前に会った時とかね。うん、楽しかったですね。だってみんなで綱渡り状態みたいな感じでしょ、いい意味で。うんうん、ね、すごい。何この。ごめんごめん、なんか俺が急に打ち上げみたいな。打ち上げで飲んで、あと最後の方の会話静かになってる。そうそうそう。じゃあ曲やろうかな。ロンドンっていう。ロンドン。あ、俺だ。美里さんっていう人がパーカッショニストなんですけどね、
彼女なんか CD 出したそうで、その CD みたいなのこの人がメインなんですけど、この人のバンドがまあライブありまして、あと和太鼓のバチコーンズっていうね、和太鼓の人も出ます。で僕はタンバリンでソロで演奏します。そう、なんで僕はタンバリンの人がいるのっていう感じです。あとニットっていうね、アイリッシュバンドで、この人はバウロンっていうアイルランドの太鼓を叩く人ですね。すごい面白い組み合わせですね。なんかコラボやったりとか、なんかいろいろやりますね。堺市のウェスティホールっていうところでやります。ぜひよかったら。それとですね、こっちのチラシなんですけど、佐藤鈴木田中っていう、これバンド名なんですけどね、佐藤さんと鈴木さんと田中さんっていう人がね。もうどこに一番そのなんていうかなメジャーな名前でね、こう分かりやすい名前なんですけど、音楽はおかしいですね。ちょっとどうかしてるっていう、なんか頭おかしいんちゃうかなっていうのね、すごい面白い、オリジナルなんですけどね、面白いのやるんです。これ23日ね、ここでやるんですよ。おう、絵本カフェホロホロにて、でそれにゲストでね、バイオリン